ラスト295ゲームになりました。結構もうここから安定した勝負になっちゃうかもしれませんね。素晴らしい。このバトル。しかも今気のせいかもしれないですけど、ビーバーが光った気がしたんですよね。ということは今回から1秒目にも当然した気はするんですけど、あ、倒したんじゃない？倒した。で、コングラチュレーション。来た。うお。やばそう。何これ。また行きました。あざす。はい、乗せまくれ。出たよ。はい、はい、これ楽しい。これめちゃくちゃ楽しい。こんな最高すぐばっかだな。あ、しょぼい。怖すぎる。さあ、残りは226ゲーム。ちょっと戻りましたね。あ、熱い。さあ、ロンレーやれても間もなく終わろうとしております。まあ、多分1ゲーム連だったり、あとの7だったりあると思うんで、ここから楽しみなんですけどね。さあ行こう。ここですね。もう一回普通に終わりましたね。で、終わりましたね。後の部分はなかったけども、私はあると。1ゲーム連続はこのレギュラーボーナス、これの比率が妙に高いですね。はい、ちょっとビギナーズラック的な感じでしたけどね。とりあえず1700円まで一気に到達しました。まだある。いや、すごい。初打ちって素晴らしいな。ということで、またまたレギュラーボーナスですね。まあ、なるか。ない。いや、でもすごい、一気に約1800枚まで伸びましたね。このぐらいのメダルを出すって結構大変だと思うんで、ありがたいなと単純にそう思ってる次第でございます。あとはね、ちょっともうちょっとこの機種ね、打ってどんな機種かっていうのを判断していければいいのかなと、そう思いますね。これ暑いでしょ絶対。当たれ。お、どうだろうだろう。
よ。47ゲーム。レギュラー取ります。レギュラーが終わっての、さすがにないか。でもなんか当たりがこれ妙に軽いですね。しばらくね、この台今日は粘っていきたいなと。現状では本当そう思える台ですね。ライト星4つ。あっちゃん、電池切れちゃった。やって。ないのかい。あるか。よし、うわ、いいな、すげえ。分かった。これ勝った後今のところ絶対当たってるんですよね。あ、どうやるか。お、ボンバーチャレンジ初めてですね。あー、これ自力回復ゾーンですね。はい、ここからスタートです。で、このボンバーチャレンジって完成確率がめちゃくちゃ良くなるんですよね。そして通常の20倍とかそんなレベルで、なのでこういう感じでチャンス目をどこまで引けるか、これが大事です。今即まで行きましたね。で、このチャンス目を引けば引くほど回路が近くなるということですから、本当に伝えてるんです。伝えてるだけです。これ扉ってこの色普通なんでしょうかね。まあいいや、行こう。さあ、ここからです。連打。ダメ、ダメか。もったいね。もう足る。負け。あそこの色の信頼度あんまないんでしょうかね。まあとりあえず当たるまで打ちます。頑張ります。参りましたよ、また苦手なやつに。開始です。うまい、うまい、今回うまい。行きましたよ。でも行った意外とこんなところで721ゲームです。かなり減ったな。でもありがたいけど、赤7のダブルがいいですね。ダブル揃いだ。よし、とりあえず赤7はオッケー。あとはダブルかシングルか。さあ、いきます。よし、ダメだ、ベル引きすぎ。
最悪、黒一個ですよ、せっかくダブルだったのに。まあ、一個も飲んなくても最低30ゲームはありますね、JRT。はい、最低の30ゲーム。ない、さすがにない、30ゲームじゃ厳しいですね。頑張って、もう一回当てよう。はい、レギュラーです。よし、レギュラーでも OK、 終わった。オッケー、7ゲーム。あいやかなな、頼む。よし、ダブル。これイカゼロまででかいですね。5個、乗せてます。じゃあ行きましょう。マックスホットって書いてあります。まずは30。お、熱いじゃないですか。10かよ。マックスホット30。さらに30乗るんで、どこまで行けたの。結果的に悪くないんじゃないでしょうか。123度、多分これ本日最後のチャンスですよね。まあただね、あの初期ゲーム数が多かった分だけ最初は結構増えてますね。あとはね、次の当たりが早ければいいんですけど。はい、ここで終了。普通なんだよな。当然1ゲームでもないと。また死んでない。
の2個。1個目ダメ。2個目もダメ。で、トビゲーム数は30以外でお願いしたい。お、ナイス。だから頑張れ。しかも1ゲーム目からもういっか。おお、やばいやばいやばい、来てる来てる、いい時間来てますよ。やべえ、一番スタート。これ一応継続率が 50%、67%、80% の最終盤らしいですね。ただ今のロゴの色だと多分 50%。 はい、でも動いちゃいましたけど、こっから自力でいきます。よし、やべえ、この距離かっこいい。うわぁ、まんじゅうは広すぎる。ちょっと何かね、起こすだけでこの台、結構変わる気がするんですけどね。あ、これで終わりです。今ちょっとね、吐いて降格っぽいところから落ちて、このタイミングでちょうど今1時8ゲーム、順調にも2度入ったんですけれども、まあね、ちょうど時間的にもキリがいいんで、ここでやめさせていただこうと思います。はい、実戦の方終了いたしました。今回モンバーパワフル2完全なる初打ちで、投資が250枚、回収こちらですね、1229枚ということで979枚のプラスということになりました。まあちょっとね、序盤に本当にビギナーズラック的なこういうボワッていう波が来てくれて、まあそこから減っちゃったんですけど、最終的にまあ非常に感触的には遊びやすい機種かなと思いましたね。それとちょっとね、解説がだいぶ不十分だったと思いますので、そこは申し訳ございませんでした。謝らせていただきます。今回のガッキーの勝手に街道男道、以上となります。どうもありがとうございました。また見てください。動画もあるんだよね。クリック。パチプレ。